アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、いらっしゃいませ。バーフィリップにお越しくださいまして誠にありがとうございます。新カード登場。美しいこの輪の姿、なんと舞浜あゆむちゃん。そしてもう一人は、美しく乱れ舞う刀たち、萩原ゆきほちゃん。ミリオンフェス開催中、今回はこのお二人をお迎えさせていただこうかと存じます。さあそれでは早速ミリオンフェスガシャを回させていただきたいところでございますが、まずはカード詳細。ハートビートは止まらない舞浜あゆむ、今回はフェアリーのビジュアル特化型でございますね。そして君に会いたいから萩原ゆきほちゃんはプリンセスのダンス特化。お、いいですね。私のプリンセスメンバーは基本ダンス特化型が多いので、彼女はぜひともお迎えしてメインパーティーに入れたいところ。そして覚醒後はこんな感じでございます。なかなかどうして美しいじゃないですか。それではまずまず慌てず騒がず、無料10連、早坂さんカメラマン演出、これは幸先がいいのではないでしょうか。来た、いきなり、しかも2枚、 SSR2 枚来た。どうだこの姿は。伊吹翼ちゃんでございます。こちらは確か正月の時の翼ちゃんだったかな。いやー、セクシースパイウーマン。エージェント夜を行く、もちろんやっておりますよ翼ちゃん。そしてもう一人は、なんといきなり一発目で萩原ゆき子ちゃん。いやー、やっぱ持ってますね。ガシャ動画にすると出やすい、そういうジンクスがあるかもしれませんが、この印象もいい、素晴らしい。和の感じが素敵ですね。まさしく。穴掘って埋まってますとは言わない。ゆきこちゃん可愛いですよ。どんどん調子に乗って。あ、すごい。あゆむちゃん、私の動きにぴったり合わせて避けてくれてる。え、今のアイコンタクト、もっと踏み込んできてってこと？わかった。なら私も負けていられないよね。行くよ。さすが、あゆむちゃんとゆきこちゃん、アイコンタクト、言葉を発せずとも意思疎通ができるまで仲が良くなったようでございますね。さすが。ではでは、ガシャチケット溜まっておりますからね、こちらを先に消費させていただきとうございます。いいですね。ティン、ティンスが来るときにほんとティンと来たって言いたいです。おお、また来た、しかも2枚。いやー、いいですよ。この調子でどんどん当てていきましょう。お、これは、幼い頃のしほちゃん。絵本のやつですね。素敵なお姫様。本物のお姫様だったら、こんな時は。いえ、ただの独り言です。素敵な衣装を、ありがとうございます。こんな時は、てんてんてん。その後の言葉は皆様で、ご想像にお任せしますってところで、もう一枚は、白石つむぎちゃん、探偵の、名探偵ウォーカーのやつですね。これは確か。かっこいい。探偵には知性と理性、決断力と行動力、そして勇気も求められるもの。少しでも近づけるよう努めます。頑張ってください。あなたはもうすでに名探偵。そうなんですよ。私、絵本のしほちゃん初ゲットなんですよ。幼い頃のりっくんも映っていて、もう彼女のバックボーンをいろいろ思うとっていう、そんな一枚でございました。さあ回しますよ、ガチャチケット。来い、レア。え、1枚。え、なんで1枚。もしかして操作ミスでもしたのか私。え、10連チケットじゃな、いや10連チケット押したよな。
あ、よく見たらプラチナガシャ1回チケットってなってますね。あ、こういうのもあるんだ。これ初めて聞きましたね。私いつもね、ガシャチケット10連の回していたから、1枚チケットなんてあったんだ。これいつゲットしたやつだったんだろう。ちょっと記憶に覚えがないというか、まあまあ2回回しました。さあ10連チケットまだ2枚ありますから、こちらも丁寧に使っていきますよ。おお、 SR かよと思ったら、これはプレミアム確定演出、しかも勝ちコーン来た。この勝ちコーンがフェス限来たー、来た、声がひっくり返っちゃったけども来た。舞浜あゆむちゃん、やった、ハッピーウレピーヨロピクね。こういう衣装を着るとちょっと気持ちがそわそわするっていうか、でもすっごく嬉しいよ、ありがとう。似合ってますよあゆむちゃん。そして残り2枚は誰でしょう。お、ももせりおちゃん、俺はまだ持ってないやつですね。確か楽曲のやつだったかな。どう？似合ってる？素敵な衣装のお礼に私が恋を教えてあげるなんてね。まあこういうところはまたリオちゃんらしくていいんですよね。可愛くてグイグイ来ると見せかけて実はこっちから行くとみたいなね。お、中谷いくちゃん、あれ、これもまだ持ってない未入手のいくちゃんじゃなかったか。おお、ということはトリプルで未入手 SSR アイドルゲットって感じ。いやー、ついてます、持ってますよ私。こちらこそありがとうございます。というわけで、あゆむちゃん、りおちゃん、いくちゃん、やっぱり3人とも未入手だった。ハートビートは止まらない。美しくしとやかに、頭から足の先まで綺麗な動きで、いつものダンスとは違うけど私たちなら踊り切れる。この最高のステージで最高のジャパニーズダンスを世界中の人たちに。そしてアマテラスを一緒に歌うってわけですからね、今回のフェスゲンは。あ、そうだ、 Be My Boy の百瀬りおちゃんでございましたね。いやー、絵になるな、雨に濡れてる。あ、こっちも楽曲のだ、時々シーソー中谷行く、いいですね。そしてあゆむちゃんのこの特訓前の髪型がいいですね。なぜこの髪型を実装しなかったのか、小一時間問いただしたいところ。さあ、そしてもう最後の1個というか1枚の10連ガシャチケット。おお、また各変変化。あ、今回は勝ちコーンはなかったけども SSR が変化系の、きた、七尾ゆり子ちゃん、これも楽曲のやつじゃなかったっけか。え、また未入手。いやー、ついてますね。いや、これが6周年6アニバーサリーパワーといったところでございましょうか。そうそうそう、空想文学少女七尾ゆり子ちゃんお迎えできることができました。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、今回は持っていた無料じゃないや、10連プラチナチケットだけでなんかもう事足りたって感じでございますね。運がいいですね。今回のガシャ配信動画、配信じゃない、ガシャ動画、これにて終了させていただきとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。